みなさんこんにちは、はらぺこのほこです。今日も見てくださってありがとうございます。どうですかね、7月にいろいろ基礎的なお話をして、先週はお腹をね壊しちゃった時とか、お腹いっぱい食べ過ぎちゃった時に私がやっていることをシェアしてみたんですけれども、少しでも役に立つようなものがありましたでしょうか。ちょっと試行錯誤しながら YouTube やってみてるので、なんかここが良かったよとか、もうちょっとこうした方がいいよとかあったら教えてほしいです。前々回ぐらいの動画から動画の一番最後にお話ししたことをまとめたスライドを作ってみてるんですけど、それもアドバイスいただいてやってみたので、まあ、なんかこういう風にしてほしいなとかあったら、ぜひコメント欄とか DM で教えてもらえたら嬉しいです。はい、そんな今日はですね、最近おすすめの調味料なんですかって聞かれることが増えてきたので、私の大好きな調味料のお話をしようかなと思います。もうこのために YouTube 始めたと言っても過言ではないぐらい、そう、体のことを始めてから結構調味料マニアでして、今日は一個一個詳しく説明することはせずに、私が調味料を選ぶときに気をつけてるポイントだったりとか、こういう表記のものがおすすめだよっていうお話をしていこうかなと思います。で、お話ししてる途中にスライドで各調味料の選び方をまとめたものを載せていこうかなと思っているので、よかったらそれもスクショとかして選ぶときの参考にしてみてください。で、なんで調味料をめっちゃ大事にしてるかっていうのを一つお話しすると、料理が本当に美味しくなるんですよ。なんで健康のためとかじゃなくって、多分めちゃめちゃシンプルでズボラ飯でも美味しくできる一番簡単な方法だし、調味料変えるだけで料理の腕ってめちゃめちゃ上がるんで、なんか美味しいものを食べようっていう意識で選んでもらえるといいんじゃないかなと思います。で、私が紹介していくものは基本的には昔の日本の作り方で作られたものが多いので、自分たちが楽しく美味しく食べることによって日本の文化とか伝統を守っていくことにつながるかなと思うので、普段皆さんが多分スーパーで選んでるのよりかはお値段が張ってしまうものはあると思うんですけれども、日本の未来に投資するみたいなイメージ、あとは自分の毎日の暮らしを豊かにするみたいなイメージで、ぜひ少しずつできるところから調味料を変えてもらえたらすっごく嬉しいです。ということで早速お話ししていきましょう。前編後編に分けるんですけど、この前編では基本の調味料についてお話しします。で、まず1つ目、これだけは絶対に頑張って変えてほしいのがお塩です。なんでかっていうと、今までの動画でも少しずつお話ししたんですけど、今安く売られてるお塩ってほとんどミネラルとか栄養素がなくなっちゃってて、それをたくさん摂ることでやっぱ病気につながりやすいって言われるようになったんですよね。でも本来お塩って人間の体にすごく必要なもので、体温を上げてくれたり血を作ったり、塩がないと私たち生きていけないって言っても過言ではないぐらい体にとってすごく必要なものなんですよ。で、私が習っている食養生では、自然塩がいいって言われてて、自然塩って何がいいかっていうと、天日塩とか釜炊きの塩とか、そういう昔ながらの製法で作られたものがいいと言われてます。なんか私が使ってるのは若杉ばあちゃんもおすすめしてるこの小野黒雫塩っていうやつなんですけど、選ぶ基準をちょっとお伝えしますね。まず1つ目は天日か釜炊きで、それで、やっぱ値段ちょっと高くなっちゃうので難しい方はせめて逆浸透膜って書かれてる製法のものを選んでください。で、裏の表記を見た時にイオン膜って書かれてるものはミネラルとか栄養素とかが全て抜かれてしまっている精製塩と呼ばれるものになります。なので、それだけは避けた方がいいです。で、そうは言っても全ての塩をいい塩に変えてしまうと、ちょっと食事のコストが高くなってしまうので、野菜の下ごしらえは私は逆浸透膜かイオン膜のものを使っています。あとは自分がお風呂に入る時に体温めたいなって時は逆浸透膜のものを使ったりしてます。本当はねマグネシウムがたくさん入ってる自然塩の方がいいんですけど、
そうだね、あの全部自然薯にしちゃうとすんごく高くなっちゃうので、そうやって用途によって使い分けてます。で、自分の体に直接入るものは天日か釜だけにしてます。で、天日の中でもこういう外国製のお塩っていうのが日本で売ってるんですけど、外国製の方が安いは安いです。これね、カルディで 600g 200円ぐらいだったかな。安いし、これは甘くて使いやすいので、私は今野菜の下ごしらえとかこれにしてます。これね、天日塩なんですよ。あとは有名なのはカンボジアのカンフォアの塩とか、まあ、とにかく海外の塩の方が天日とかって安いんですよね。なんでもし最初こういう日本のお塩に変えるのがちょっと厳しいなっていう人は、海外のお塩から変えてみてもいいと思います。まあ、ただできれば地産地消がいいので、まあ、おのごろもね、めっちゃおすすめ、甘くて美味しくっておすすめなんだけど、家の近所でそういう天日とか釜だけで作っているお塩の蔵とかがあったら、そういうところから買ってみるとかもおすすめです。で、塩って本当にいろんな味があるので、選ぶ時のおすすめとしては、やっぱり口に入れた時にほんのり甘みを感じるものの方がいいです。あの塩辛かったり、なんかえぐみを感じたり、にがりが多すぎると腎臓が硬くなってしまうので、口に含んだ時に心地いい塩分のものを選ぶというのをおすすめしてます。それがお塩かな。なんで私は、お料理に使うのは天日か釜炊きで、下ごしらえだったりとか、入浴剤として使うのが逆浸透膜っていうものを使ってます。それがお塩かな。で、次はお塩をね、変えていくとだんだんですね、他の調味料変えてみたくなっちゃうんですよね。ということで次はお醤油を紹介します。醤油はですね、重たいからこれにしよう。生醤油と火が入っている醤油があって、生醤油はその名の通り火入れしてないので発酵していきます。そっちの方が植物性乳酸菌とかいっぱい入ってるのでおすすめなんですけど、値段が高くなってしまうので、私は和え物とか火を入れない料理を使うときは生醤油を使ってます。このね、井上古式醤油っていうのが Amazon で買いやすいです。で、生で最近気に入ってるのはこれ、有限会社渡辺商店って書いてる、あ、違うな、賞金醤油株式会社かな。そう、キダルで作られてるもので、世の中にある安いお醤油って何かっていうと、大豆を絞った絞りかす、だし大豆だったかな、が使われてるものが多くって、そこに薬剤をたくさん加えて抽出してるものが多いです。もちろんキッコーマンさんとかでも丸大豆使ってるのとかあるんだけど、やっぱりちゃんと木の樽で熟成して時間かけて作ったものっていう方が香りも美味しいし、コクも全然違います。なんか今キッコーマンとか私が舐めてしまうとすごい塩辛くて水っぽいイメージになる。だから普通に野菜炒めとかでもこういう昔ながらの製法で作られたものを食べるとすっごい美味しいです。本当に美味しいから試してほしい。そうで、そう、選ぶ時のポイントとしては、まあ一番いいのは国産原料で、自然塩が使われていて、でかつ自然栽培で3年熟成とかなんだけど、さすがにここまで行くとちょっと高すぎるので、私の基本的な醤油の選び方としては、国産原料が使われていることと自然塩が使われていることっていうのを基準にしてます。で、なんで自然塩だけ外さないかっていうと、さっき言ったみたいに安いお塩っていうのは体の血糖値を上げてしまったりとか、体にダメージを与えてしまうものが多くって、どれだけね、いい醤油を取ったとしても、お塩が化学塩だったら、精製塩だったらやっぱ意味ないなって思っているので、国産であることと天然のお塩を使っている、自然のお塩を使っているっていうメーカーさんをいつも探してます。まあ、だいたいね、 Amazon 100ml あたり100円前後ぐらいで売ってるのがコスパがいいかな。で、こういう大豆で作られた製品っていうのは
年月が経てば経つほど大豆のタンパク質がアミノ酸に分解されるので、すごく風味とかが豊かになったりコクが出てきます。で、腸の中でアレルゲンになる大豆も分解されていくので、体への負担も少なくなってきます。ただ醤油に関しては3年醤油食べたらめちゃくちゃ濃かったのね。でちょっと使いづらいのね。私は1年とか2年仕込みのものを買ってます。まあ、これはもう好みなので、ぜひ面白そうな醤油見つけたらいろいろ試してみてください。私は今家に5、6種類ぐらいお醤油があって少しずつ試していて、またね醤油だけの動画も作ろうかなと思ってこうやって空き瓶も置いてます。そう、めっちゃ奥が深い。でやっぱ醤油の蔵ってどんどん潰れてるんで、私たち消費者が昔ながらのね蔵を応援することで、次のね世代、子供たちだったりその次の世代に引き継いでいけるかなって思うんで、よかったら醤油もいいものに変えてみてください。本当に美味しくなるから。でよし、次味噌ですね。お味噌はいろんな種類があります。で選び方としては、まずさっき言ったみたいに自然のお塩が使われていて、国産原料のものを使っているものを私はよく買います。でね、大体ね 750g 1000円ちょいぐらいするのが今の相場で、なかなかお値段張るんですけど、お味噌は本当に腸内環境を整える最高の食材なので、病院に行くぐらいだったらお味噌に金かけようと思って、私はそこは目をつむってお味噌はちゃんといいもの買ってます。でお味噌も醤油と同じく生味噌と火が入った味噌があって、火が入った味噌はやっぱり、乳酸菌死んじゃってるので、どっちみち毎日食べるんだったら私は生味噌がおすすめです。一回ね、ママさんパパさんにこうお話しさせてもらった機会があった時に、5年間病院に通っても便秘が治らなかった男の子が生味噌で一瞬で治ってました。それくらいもう生でそのまま野菜にくっつけて食べてもいいし、できればねお味噌汁にして取ってもらいたいんですけど、生味噌おすすめです。で味噌の原料としては本当に、シンプルな材料のものだけを買っていて、米味噌と麦味噌と豆味噌ってあるんですけど、まず米味噌は通年使えます。麦味噌はできれば夏の方がいいです。あとはみりんの代わりに甘い味を入れたい時とか、あえ物とか作る時に使ったりします。であと豆味噌は冬にいいです。あと貧血体質の人で、豆味噌は結構体を熱くしてしまうので夏は避けた方がいいかなと思います。というこの3つの材料に、まあ、麹だったりとか、そうだね、大豆と米か大豆と麦が入ってると思うんですけど、か塩が入っているものだけのがおすすめです。酒精って書かれたアルコールが入っているやつとかもあるんですけど、風味とか考えるとやっぱりもうシンプルな材料の方がいいので、できればこの昔ながらの作り方をされている蔵のものを買ってください。もちろん全然味が違います。であとこれね、私がずっと持ってるやつ、玄米味噌って書いてるんですけど、玄米でできたのもおすすめです。特に栄養が気になる方とか、普段玄米を食べるのが難しい方はこうお味噌で取ってあげることで消化しやすくなるので、玄米味噌もおすすめです。ただ体温を上げてしまうので、お子さんが苦手な場合だったりとか、夏に飲むとちょっと暑すぎる時があるので、そこだけ気をつけてください。で、味噌も同じく3年ものの方が大豆タンパクが分解されてアミノ酸に変わるので、アレルゲンにもなりにくいし、さらにコクが増して美味しいです。で3年味噌も高いっちゃ高い時あるんで、私は1年もの2年ものを買って冷暗所で保管してたりします。たまにねパンパンになっちゃうの、発酵して、そういう時は冷蔵庫に入れたりしてますが、基本的には常温で、直射日光が当たらないところで涼しいところだったら、味噌はそのまま寝かせておけます。もうね、最悪非常時とかに味噌舐めてたらいけれるんじゃないかと思って、私は常備味噌をね結構量
保存してますし、作れる人はぜひね、手作りで自分の菌を入れたお味噌を作ってみてください。こんな感じかな。喋りすぎちゃうんで、次みりんですね。あ、これ重たい。よいしょよいしょ。みりんはですね、皆さんが食べているみりんの裏見たことありますか？市販で売られている安いみりんはだいたいみりん風調味料だと思います。もしくは発酵調味料なんですけど、それは本物のみりんじゃなくて、お砂糖が添加されたりとかしてて、結果体を傷つけたりとか血管を傷つけたり腸内環境を悪化させていくので、もし体に優しい食事を作りたい場合は、もう米 100% のみりん使ってください。で、これ三河みりんってすごく有名なんですけど、まあもち米と米麹と焼酎だけで作られてます。で、みりんも3年ものとかあるんですけど、よいしょっと、これね、福ジャンライっていうとこの本みりんが確か3年だったかな。でも私はこれ今使ってて美味しいんですよ。もう本当に飲めるほど美味しいんですけど、私には甘さが足りなくて結構みりんを入れてしまうので、お砂糖を脱出したい方、お砂糖からみりんに脱出したい方は三河の方がおすすめです。あとみりんによっては本当にいろんな味があるので、お好みのものを探すのがいいかなと思います。で、やっぱみりんもできれば自然栽培とか3年ものとかがいいんですけど、まあいかんせんお金がどんどんかかっていってしまうので、コスパ的に考えるとこの三河みりんが私はおすすめです。で、他にもいい商品あったらぜひ教えてください。で、みりんはですね、お鍋に入れてアルコール分を飛ばして煮詰めてあげると、煮切りみりんといってお砂糖ぐらい甘い液体ができます。なんでそれをお団子の中に入れてあげたりとか、ごまえ作る時の中に入れたりとか、砂糖の代わりに入れたりとかすることで、砂糖を使わずに料理をすることもできるので、ぜひやってみてください。とりあえず基本の調味料はこんな感じかな。もう全部において言えるのは、できれば自然栽培、自然塩、国産原料、3年熟成とか、あと杉だるとかさ、釜炊きとか、そういう昔の製法で作られているものなんですけど、まあ全てをパーフェクトに求めてしまうと、最初すごくお金がかかっちゃうのにビビっちゃうと思うので、少しずつね、まずはお塩変えてみようかなとか、次ちょっとお醤油変えてみようかなみたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ変えてみてください。私もね、4年ぐらいかけていろいろ知ったので、少しずつ知るたびに変えていきました。で、一応まあね、どこで買ったらいいねんって思うと思うので、概要欄に Amazon で買えるものはリンクを貼っておきます。ただ私のおすすめは、近所でね、こういう商品を扱っている商店があるんやったら、そっちにお金を落とした方がいいし、あとは自然館とか大沢ジャパンとか、そういう自然食材を扱っている通販のサイトとかもあるので、そういうのを利用するのもおすすめです。そう、どこで買い物するかっていうのも大事なので、ぜひ見つけたら買ってみるとかでもいいので、こうお出かけした時のに自然食品店見つけたら入ってみようとか、なんかお宝探しみたいな感じで自分好みの調味料を見つけてみてください。で、あと、次後半編で違う調味料の話はするんですが、まあ、こういう調味料ってどうやって選んでるとか、例えばソース類ってどうやって選んでるとか、なんかそういうご質問とかあったらぜひコメント欄にお願いします。また調味料の回を作ってお話ししようと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日は基本の調味料、塩、醤油、味噌、みりんのお話でした。少しでも日々の生活が豊かになるヒントになっていたらとっても嬉しいです。そう、そして早く私はコミュニティという YouTube の役割じゃないツールを使いたいので、早く1000人行きたいなって思ってるので、よかったらいいなと思った方は周りにも勧めてみてください。ということで、今日は調味料のお話でした。ぜひ後半編も見てね。バイバーイ。